今はこうやたら前向きな芸術も多いですけど、かつては芸術も大敗していたという、そんなような僕にとっては好きな作品です。主にサウンドトラックの作曲とですね、ピアニストである大谷浩です、今回よろしくお願いいたします。音楽の中に戦いの音楽、それからこの一つの国というか世界観としての音楽、それから、敵を倒した時とか、大事な人を救ったとしてもその救いきれない、なんか切ない感じっていうんですかね、例えば戦いの終わりという曲にしても、普通だと勝ったからやったっていう方に行くものを、この作品は全体的にレクイエムというか祈りというか、そういうものを基調にして作りました。ディレクターの上田さんからの話で、その無国籍感、エスニック感とか、そういうものをオーケストラに混ぜたいということで、一番大事に使ったのが、ブズーキという楽器ですね。これはギターよりも古い楽器で、いろんな国で作られて発達したと思います。アジアでもなく、ヨーロッパでもなく、中東でも作られた楽器ですし、その楽器を、一番よく使ったのが確か最果ての地という曲です。今回新しく生まれ変わりましたけれども、本当にこう臨場感というか、音も含めその世界に入っていく感じが、新しくなるということで、全曲やり直すっていうのはちょっとなかなか難しかったですけれども、オープニングとピローグはより厚みを出すためにストリングスの人数を増やして、昔のレコーディングされたものにさらにストリングスを足してます。マイナーチェンジはしております。大きく曲自体が変わるということよりも、スケール感をアップするためにそういうレコーディングをいたしました。最後までこの作品の世界に入り込んで、音楽を楽しんでください。プレイステーション。